どうも、イケリナです。そしてこんにちは、今日も元気に姫路城モエリンです。というわけで、今日元気にシーロークールチャンネルのお時間です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日はみんなですごいだいぶ眩しいんですけど、クレープを食べに来ました。はい、見てください、このクレーピング、クレーピング、これめっちゃ綺麗、鮮やか、ブルーベリー、こんな感じでね、たくさんクレープがあるわけなんですけれども、はい、今日はですね、はい、このクレープで、うん、全部のせトッピングを食べたいと思います。やばい、女子がね、3人いるからこそできると思って。そうだね、そう、できるのもさ、ゆきりんのあんま甘いもん得意じゃなさそうやねんけど、甘いもん得意じゃないな。頑張ります、頑張って。というわけで、じゃあ早速買っていきたいと思います。はい、レッツラゴー。ツナはちょっといけないと思うんですよ、まあ、確かに。どうなるんだろう、どうなんですかね。ね、トッピングを全部乗せていただきたいんですけど、なんかトッキーはもらいました、いただきましたね。さすがチーム頑張った。はい、というわけで、ちょっと待って、持てる持てるか、こんな感じ。ちょっと待って、白玉入ってんだね。本当だ。落ちろ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 。じゃーん、買ってきました。怖いよ怖いよ。持っててね、重心がすごいところにいるんですよ。重心か、もうこの辺に重心いるんですよ。そう、重心か。直地面。まあでもほらね、行きます。まずこのなんかカスタード怖いから、カスタード先に食べちゃう。ジュグジュグ、アイスじゃない、ね、結構やばいな。確かに。いただきます。わーい、パク。あ、よいよい、あ、でも美味しい。おー、うん、いちごアイス、あんこ、カスタード、うん、ゾーンですね。そうですね。あと何だろう、この黒豆みたいな、なんか乗ってます。レーズンじゃん。レーズン、何味ですか。ブルーベリー。あ、ブルーベリーか。あんことの相性はどうですか。本当ね、あんこの後に爽やかなブルーベリーの味がなんかあんま相性良くなさそうなんだけど。じゃあちょっと抹茶が好きなので。あ、いいじゃないですか。抹茶のところいただきます、ね、はい、はい、いただきます。あ、このブラウニーめっちゃ美味しそうじゃない。美味しそう、うん、でもなんかブラウニー、いただきます。なんかでもブラウニーがいろんなものを支えてる感あるんだよね。ちょっとブラウニーまだ食べないよ。ブラウニー食べたらなんか崩壊可能性ワンちゃん。抹茶めっちゃ美味しい。よかった。よかった。普通に美味しい。美味しい？美味しいとか何言っちゃいちゃってんのみたいな感じだもん。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。あ、いちごもある。おお。いちごちょっと無理だわ。行きます。はい。パク。うん、うん、白玉、白玉、白玉、ノーマルに白玉、ノーマルに白玉。クレープってこんな形だっけ。これどうしたらいいのかな、ここ、まあ、全部たどり着けるのかな。カスタードがジュクジュク攻めてるから移動しよう、移動。こういうことだ、こういうことじゃん。そう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 、あ、よき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 、あれだね、何が入ってるかわからないけれども、うん、魅力だね、うん、あ、確かに、それは結構なんかテンション上がるかも。確かに、なんか宝探し感ある。確かに、確かに。あ、じゃあ噛んでいい。うん、いいよ。まあでもどうぞ、こっち噛むから。オッケー、こっち噛んで。いいよ、せーの。なんだこの絵は。じゃあ行けますか、続きを。行きますか。気合いや気合い、気合いや気合い。これ夜何も食べれなさそうだね。確かに。頑張った。ああ、ありがとうございます。見て、結構すっきりしたんですよ。すごいじゃん。ちょっと、ティッシュ、ティッシュ、ありがとうございます。あ、はいはい、金のティッシュ。あ、ティッシュね、あれも買ってきたから、こっち。ああ、紙。わあ、紙だ。あ、でもちっちゃ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 。これだね、やばいの見て。これじゃない、これじゃない。ああ、それだ、それやばい。こういうことだ。こんなフレーズ見たことないんだけど。だいぶ中身が謎です。何、これ。じゃあ頑張ります。頑張れ。ケッケが、ケッケも噛んでるよ。はいよ、はい、うん、
美味しい。なんだかよくわからない。最後の方じゃない？確かに受けるかも。すごい、うちらめっちゃ頑張った。頑張った。あれですね、最初の大変なのは、あんこ入れなきゃね、多分最後までいける。美味しくいける気がする。もう美味しい。美味しいよね。美味しい。食べるのも美味しいよね。うん、でも大丈夫。大丈夫。食べるももで食べるももなんかリフレッシュできるですよ。でも大丈夫。もういいかなみたいな気持ちです。あ、どうしたらいいか分かんない。ここが、こう見てて、おお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 お3人だといける、ね、すごい。なんかそんなに苦しくなかった。多分6対2対2ぐらいだよ。確かに。戦力やばい。戦力分布図を見ると。いた。皮はどうやって食べればいいの？いやもうこれでも完食でしょ。なんだろう、モエリンが完食。完食？完食じゃない、ダメ？完食分かった。完食分かった。オッケーオッケー。わーい。というわけでクレープ全部のせいは3人だと意外と食べきれるということが分かりました。なんだろうこれみたいな。というわけで今日はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。良いねとチャンネル登録よろしくお願いします。次のチャンネルは下の概要欄に書いてあるのでぜひチェックしてみてください、はい、それではバイバイ。